どうしたの？ちょっとさ、こんないい天気に、こんな牢獄みたいなとこに閉じ込められて。何言ってんの？ああ何言ってんの？どういうこと？いやもうなんか、今何時？4時。4時。ちょっとさ、お菓子とかさ、うん、そういうのさ、用意してよ。何言ってんの？何？アフじゃん。アップルパイ作ったんだった。キモ。はい。何今の動き？食べようか。はい。食べよう。せっかく作ってくれたからさ。あ、そう、作ったんです。そうよ。美味しそうじゃん、めちゃくちゃ。うん。食べよう。うん。いただきます。いただきます。いただきます。先に食べて。おい。お持ち回る。私にも食わせろ。いや、ほんと、なんか気をつけてよ。絶対こぼすよ。うん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 。すごいよね。こんなに成功する？うん。うまっ。なんかジャムをもらって、うんうんうん、普段僕らパンとか食べないから、うん、パンで最初つけてたんだけども、パン買ってないからさ、どういう風にジャム使おうかなって思った時に、あ、パイ作れんじゃんって思って、うん。作った。マジでうまい。いいっしょ。うん。うん。うん。マジでうまいわ。美味しいね。うん。これはビールだな。ビールビール。え、今？うん。今？だってアップルパイといえばビールじゃん。あ、大丈夫。納得したな。恵比寿しかないけど。あ。いいじゃない。贅沢。うん。いいや、いいや。たくさんいただいたからね。うん。うん。乾杯。乾杯。あ、うん。いや、合うな。うん。アップルパイでビールいけるわ。ほんと？うん。うん。うん。どう？その後にちょっとビール飲んでみ。うん、うん、まあ合う人には合うかもね。じゃあさ、うん、お酒に一番合うおつまみ討論会しよう。あ、何が合うか。あ、いいね。うん、マジ真剣に考えてみよう。オッケーオッケーオッケー、うん、ま、じゃあどうする？ビール部門ね。あ、ビール部門、部門分けするわけね。うん、オッケー、うん、じゃあビール部門いいよ。適当に一番選んで、逆に一番遠いとこからでもいいわけだし、うんうん、ビールでしょ。うん、はいはい。唐揚げ。唐揚げね。うん。あー、唐揚げ。唐揚げからのビール。あー、待って、焼き鳥かな。焼き鳥。焼き鳥。ネギマ。あー、うーん。お、来てない、ピンと来てない。王道じゃない。それ多分好きなものでしょ。いや、ビールに合うやつよ。ビールに合うもんか、うん、だって俺もうほ基本ビールだからさ。ビール先じゃなくて、うん、それ食べた時にビールを飲みたくなるかってことでしょ。そう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 。あー、でもそう、あー、でもそう、それよ。そう考えたら唐揚げかな。唐揚げ。唐揚げ、確かに。うん、唐揚げ食べてちょっと口の中脂っこいですの後のビールです、流し込んでのさっぱりしますみたいな。確かに確かに、そうね。うん、待てよ。うん。もしくはよ、言っていい？うん、俺めっちゃ言ってるけど、うんうん、ビールが大好きだからめっちゃ言うけど、うんうん、もしくはもう一番のベタに枝豆。ああ。枝豆とビールの相性はマジでいいよね。でもビール飲んでるから枝豆食べなきゃとっていうとこもあるじゃん。だから、本当にだから、それを食べた時に、ビールが欲しくなるものじゃないとダメなのよ。食べてね。うん、じゃあ、ちょっと翔ちゃんをセレクト。翔ちゃんセレクト。俺、今のラインナップで言うと、今は唐揚げかな。唐揚げ。トップに来てるの、唐揚げ。唐揚げはありだな。うん、唐揚げ。うん。唐揚げ。え、でも唐揚げ最強じゃない？なんかそれ超える、ね、超えるものを思いつかない、俺。ちょっと考えてみよう。うん、唐揚げを超えるもの。唐揚げ超えるものでしょ？粗挽きのソーセージ。うん、ああ待って、最強すぎ。待って。チョリソー。ああ
そうね。ちょっと待って、強チョリソーいったわ。強い強い強い、マジか。うん、チョリソーだな。強いな。うん、パリってしてちょっとピリ辛って。そうそうそう、ピリ辛の。確かに確かに確かにね。ああ、わあ、チョリソー強い。チョリソーだわ。わあ、確かにね。ポカンとしないよ。持ち丸。私わかんないかな。わあ、チョリソーじゃない。チョリソー他ある？待って、俺なん、まあ、翔ちゃんはね、最近あれだから、ビールに、うん、ちょっと新参者だからさ、そうだね。俺がやっぱりどんどん出てきた。そうだね。ビールに関して。ちょっとチョリソーいいね。うん。チョリソー。チョリソー今暫定1位よ。これを超えるものがあるかどうか。いや、いいんじゃない？チョリソーで。チョリソーでいい？よし。そしたら、ビール部門は、うん。チョリソーで。いや、これは、待って。これ超えられないよ。これ超えられないな。うん。これ絶対超えられるっていうものあったら、ぜひコメントとかで教えてください。うんうんうん。そうね。コメント見てちょっと、あーって、うんうんうん、なる可能性あるけどね。いや、でも今のところうちらの中ではチョリソー。そうだね。よし。じゃあ次。あ、翔ちゃんが好きなもので言って、日本酒。日本酒？日本酒。日本酒に一番合うおつまみ。でもそんな、でも本当の日本酒好きの人たちからしたら、うん、そんなもん通うレベルよ。でもみんなそんなもんじゃない？なんか恐れ多いというかさ。いやー、大丈夫大丈夫。大丈夫。好きなものとしては変わらないこと。うんうんうん。まあうちらの中で、うん、もう日本酒だったらこれが合うっていうやつを出せばいいから。オッケーオッケーオッケー。なんか、昔、その、蕎麦屋で働いてた時に、なんか、蕎麦に合うのは日本酒だとか言われて、で、それで、それが脳にあるから、なんか、じゃあ蕎麦と言ったら日本酒、日本酒って言ったら蕎麦みたいに思ってたけど、未だにわかんない。正直。それじゃない。いや、まあね、それもあるかもしれないけど。そういう人もいるよ。それが一番ではない、うん。いや、でも一番じゃないな。うん、一番じゃないな。でもさ、やっぱ和食なイメージはあるよね。そう、やっぱ日本酒だからさ、和食が合う。でさ、しかも熱燗か冷酒かもよるない、うん、あ、確かにね。どっちがいい？冷酒部門、うん、まずじゃあ冷酒でいこう。冷酒あんまり飲まないけどな。なんだろうな、ちょっとつまみたいんだよな。ちょっとつまみたい。でこれもあれよ、そのに日本酒飲んでるからそれ食べたいじゃなくて、これ食べてる時に日本酒飲みたいって、ね、日本酒欲しいってやつね。うん、てかさ、待って、これさ、待って、酒飲まない人からしたらさ、大丈夫かな。大丈夫大丈夫。そうなんだなっていうのさ、やってみようかな、飲んでみようかな。本当、うん、結構ニッチな話してる。いや大丈夫大丈夫。日本酒冷酒でしょ。なんかね、ベタに言えばもうお刺身よ。ベタに言えばね。ああ、そうね。タイの刺身食べましたもん。ちょっとイメージしてる頭の中で。タイの刺身を食べました。はいはいはい。あ、うん。歯応えあるね、このタイ。うん、うん、美味しいね。あ、日本酒。あれでしょ。あ、うん、合うね。合うよ。あん肝とか。あー、あん肝ね。あん肝ね。で、ビール。うん。で、あん肝。そしたらさ、あれは？カニ味噌。あ、寿司？あ、お寿司ね。いや、でも、米いらない？あ、米なくても、ワンチャンありだな。ちょ、難しいな。ちょっと待って。あん肝。ちょっと濃厚なやつ。あ、そうだね。ね、ちょっと味の濃い珍味みたいな、やつに、合うよね、やっぱりね。そうだね。うん、あ、ホタルイカのお気づけは？あー、なるほどね。うん。あれめっちゃ合うくない？ああ、どうしよう。待って、どうしよう。これじゃない。どうしよう。違う。ホタルイカ、待って、ホタルイカと、うん。日本酒、練習。もう練習ね、うん。あ、ホタルイカ対、うん。あん肝。あん肝あれでしょ？ポン酢でさっぱり系でしょ？そうだね。そうだね、うん、そうだね、そうだね。ポン酢でさっぱり系で、練習だったらさ、さっぱりさっぱりじゃない？うん、確かに確かに。うん、でも、なんか、待って、それ、食べるでしょ？食べた時に、うんうん、で、結局、ビール勝るんだよな。あー。まあ、ビールは何でも合いますからね。そうだよね。うん、でもほら、それはちょっと、置いといて。ちょっと、だからほんとまだまだ、日本酒、初心者かも。うんうんうん。
そうね。これは一旦どうする？じゃあ、あん肝食べないか。いや、あん肝食べるよ。あ、食べるか。好きよ。いや、でもなんか、その俺の中では、あん肝で日本酒、冷酒っていう感じよりかは、ホタルイカのお気づけで、冷酒。あ、OKOKOK。うん。そうしよう。ホタルイカ。ホタルイカ。うん。ホタルイカで。はい。決定です。ちょっとこれは、もうあれで、もう入れててよ。あの、独断と言って。これちょっと、教えてください。うん。何が合うか。そうね。まだ未知の部分が多いわ。ね、ちょっと練習専門の人たちに。うん、練習に関してはね。それ、言ったら厚感もそうじゃない？厚感も、ちょっと、初心者だね、まだね、うん。ちょっとそれも任せよう。うん、日本酒。おすすめをね。日本酒の方に任せます。うん、任せ。じゃあ次。はい。じゃあ次は、ハイボールは。あ、ハイボールか。ハイボール。そうだね、ハイボールいいね。ハイボール。俺もなんか、ピーンと来てるやつがあるんだけど。ハイボール。言って、とりあえず俺言っていい？うん、いいよ。たこ焼き。あー、たこ、あー、あ、違う違う違う。ごめん。たこ焼きね。たこ焼きとハイボールってめちゃくちゃ合うくない？うん。なんかビールも合う、もちろんビールも合うんだけど、うん。なんかハイボールの、うん、ウイスキーの感じ。トリス。トリスハイボール。わあ、むずっ。唐揚げ。ああ、わかる。なんか、唐揚げもあるわ。ね、唐揚げもあるわ。焼きそば？焼きそばじゃない。焼きそばじゃないか。焼きそばではないな。だってたこ焼きだもんな。たこ焼きとハイボールが俺も今、ちょっと暫定1位だもん。ネギだこ？ネギだこがいい？ネギだ、たこ焼き？うん。たこ焼きは、ノーマルたこ焼き。あーソース、マヨネーズ、かつお節、青のり。ハイボール難しい。なんかさ、うん、ハイボールに合うのってちょっとこってりした、ちょっと味の濃いめの B 級グルメみたいなのが合いそうじゃない？土手にとか。そうね。そうね。そうね。なんかお高く止まってない感じのおつまみ。これ何も出てないやばいな。確かに。ではさ、次とか、うんうんうん、なんかどっかさ、食べ行った時さ、料理から頼まない？で、そっからさ、あ、なるほどね、この料理に合う。うん。うん。いつもさ、なんか、どうしてもさ、飲み物から頼まなきゃいけないじゃない？あ、まあ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 、まあね。大体ね、あ、まずお飲み物どうされますかってね、うん、流れる。ちょっと、料理楽しんでないよね。ああ。なるほどね。申し訳なくなってきた。お店に。なんか、いや、別にお店的には何してもらってもいいと思うんだけど。確かにね、うん。先にドリンク頼んでもらって、それ準備してる間にメニュー選んでもらったらいいとかね。やっぱ思っちゃうから、ね、うんうんうん。でもやっぱ、揚げ物、ハイボールでしょ？ハイボール。ハイボールは揚げ物だとは思うんだけど。揚げ物合うね。あ、あれもいいと思うよ。タコから。タコから。タコの唐揚げ。あー。でもハイボールつったら唐揚げっていうの根付いてるよね。ああ、まあそうね。うん。うん。根付いてるけど、本当にじゃあそれを超えられないものはないのかって言われたらそんなことないだろうし。うんうん。あー、でもたこ焼き。たこ焼き。なんかたこ焼きが一番なんかしっくりきてんだよな、俺今のところ。唐揚げもいいけどね。うん、お好み焼き。お好み焼きも、悪きゃない。悪きゃないよ。辛いのいらない？辛いの。いや、ハイボールに辛いのはいらないな、俺は。ギトッとしたものを食べての爽やかってことでしょ？そう。ちょっとソースとかの、うんうんうん、ちょっと味濃いやつを食べた後に、ハイボールでさっぱり。え、じゃあたこ焼きかな。うん。で、つまみやすいしね、たこ焼きは。あー、そうだね。たこ焼きでいいです。はい。たこ焼き。決まりました。いやでもこれ考えるの面白いな。なんかちょっと俺決められてないからさ。ああ、そうよ。ちょっと俺が強いやつにしたい。じゃあ、お酒、翔ちゃんまず決めて。いろいろあるよ。世の中のお酒は。グレープサワーにするじゃん。グレープで、あ、お前いいんじゃない、うんうん、甘いやつね、うんうんうん。いいじゃん。今までのほら、やつが甘い系じゃないからさ、うん、ビール、ハイボール、はいはい、日本酒、そうそう、まあそんな甘いって感じのお酒じゃないから、ね、甘いお酒ね、うん、グレープフルーツサワーね、まず、うん、甘い食べ物、うん、そう、お菓子
とお酒は好き？あんまりやっぱり合わせることないけど、食べれなくはないか。やっぱりワインとか飲むときにチョコレート食べたりとかさ、うんうん、するじゃん、うん、あのなんかウイスキーでもストレートで飲むときとかはなんかそういうなんかそういうバーとか行ったらさ、大体なんかチョコレートがあったり。でも俺はそれ合わない。チョコレートじゃない。チョコレートじゃないんですよ。なんかそう、わかるの。そう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 、おしゃれなさ、うん、とことか行ったらさ、ね、チョコレートじゃん、うん、チョコレートじゃないんですよ、唐揚げなんですよ。揚げ物とか何おかずあは欲しいですね。はいはいはい。でもバーとか行ってさ、まず唐揚げとか置いてないじゃん、大体、はい、うん、ミックスナッツ乾き物、確かに保存効くし、チョコレートチーズ保存効く、確かに確かに。で、何がグレープフルーツ。グレープフルーツサワー。まず、翔ちゃんが言って。グレープフルーツサワーに合うおつまみ。ベストなおつまみ。ちょっと待ってね。全然出ないじゃん。なんでそんな出ないの？だから、多分お酒を飲まされ、なんか強要してきてたんだ、今まで、両一に。もうだからだよ。俺はご飯をいっぱい食べたいの、美味しく。なのにさ、お酒お酒になるからさ。もう、終わりです、この企画。食べますね。すごいね。さっきラーメン食って。なんでラーメン食べた後にさ、またお弁当食べれる、うん、お腹いっぱいすぎて、もうこれもちょっと、いや、食べるけど。いいよ、食べなくていいよ。食べる。恥ずかしがってるところも可愛いでしょ。かっこいいからさ、なんでもいい風に捉えられるよ。そうね。本当にやめてほしいし、うん、30歳超えて売れたから、うん、いい感じなんだなって思うの。どういうこと？またもうシーズンに生まれたことでも、もう勝ち組よ、生まれてるから。バイオレンス、バイオレンス。バイオレディー。